はい、こんにちは、栗若めと申します。それではザ・カーディナルハウスですね、続きをやっていきたいと思います。前回あのセルちゃんのお父さんイルシオンを倒しまして、なんか慌ただしい感じになってきました。もう終わんのかな。なんかまだね、借り取ってないところがあるんじゃないか。これ純不動っぽいから、何を取ってないのかがちょっとわかんないんですけれども、あとね、このなんか右上の7分の0隠しアイテムあんのかなっていう気はしてるんですけど、ちょっとね、フェルちゃん先行っちゃったんで行きましょう。はあ、え、これ届かないやつじゃない。はっ、届いた。はい、で、あう、オッケー。で、またこういうやつだな。あう、はい、お父さん強かったな、本当に。ほ、あの攻撃めちゃくちゃ長いから、これ普通にいけない。なんか今までの集大成って感じですね。こっちから行かないとダメか。すげえなんか慌ただしいな。ほい、オッケー。で、下に。あぶね。また同じ要領か。また火吹いてこないこいつ。大丈夫。これでタイミング見ていくしかない。あん、よし。ここは、これは純粋に水の中ですね。え、あ、またこういうことか。で、針があるから、あう、ほい、こう、死にたくない。ここ、オッケー。え、すごいとこだな。なんかもう一気に行っちゃおう。え、ここむずくない、むずくない。うわ、上段はいいんだけど下段だな、問題。一回ここで下に降りるのか。で、こう、はいはい、ここはタイミング見て。あ、危ねえ。よし、お、いたいた、待て、待ちやがれー。早いんだよな、あの子。おい、お、ユリアがここから出られるよ、急いで。はい、う、うん、フェルも一緒にここから出よう。ごめんなさい、私はいけない。え、おう、何、え、私わかるの、パパはまだ生きてる。マジで、パパが生きてる限り私はここから出ることはできないの。それにパパを置いていきたくない。まあ肉親だもんな。もうすぐ出口も塞がれちゃう。そうなる前にきっと誰でもここから逃げて。フェル、わあ、くそ、どうする、行こう。あ、行くの行くのね。え、これ何、出れんの、どういう、どうなる、どうなんの。お、気づいたら僕は自宅のベッドの上に倒れていた。おお、戻ってこれた。僕の周りには友達も町の人たちもいた。どうやら僕は町から少し離れた森で倒れていたらしい。ほう。友達に何があったのかと聞かれたが、僕は何も話すことができなかった。まあ言ったところでね、信じてもらえないでしょう。僕が今まで何をしてきたか、記憶がないんだ。何も思い出せないんだ。でも何か大事なことを忘れているような気がする。ほう。それから幾日が経ったけど、僕の気持ちが晴れることはなかった。よっぽど心残りなんだな。うん。結構いい部屋だな、これ。これは？なんか調べられたりってことはないのか？ん？あ。主に図鑑で占められている本棚だ。しかし今は読む気にはなれない。まあ図鑑はな。ここは？
ここも図鑑か。ってことはこれも図鑑ですね。キント君図鑑ばっかだな。これは？はあ。え？ハロウィンはもう過ぎている。じゃああっち行ってる間に終わっちゃったのか、それとも。面白そうな番組はなさそうだ。はあ。ん？昨日から雨が降り続いている。あいにくのお天気だな。これは町のみんなが送ってくれたものだ。まだ開けていない。中身は何だろう。今は外に出る必要はない。どうすんだ？エンディングではないな、やっぱり。やっぱり隠しアイテム取んないと真のエンディングみたいなのにはなんないのか。あ、え？なんかいるんだけど。にゃんこ。君はあの館から出ることができたけど、見た感じまだやり残したことがあるようだね。もし君がこの結末を認められないのなら、もう一度あの館に戻るといい。そして、館のすべてを解放するんだ。ってことは、やっぱそういうことだな。いや、でもまあ、クリアでもいいと思うんだけどね、もう。君は記憶を失ってしまったけど、その気持ちは残っているだろう？準備ができたら奥の部屋へおいで。特別なものを用意したから、特別なものを。なんだ？消えたな。ひよこだな。もう、戻れんじゃん、すぐ。この扉は、あの館へとつなぐ扉。この空間と館の空間をつないでいる扉なんだ。それだけじゃない。扉に入れば、ルシオンと出会う前まで時が戻される。キッドの記憶もすぐに戻るだろう。え？やるべきことは、館の解放。隠された館の真実を暴くんだ。期待しているよ。え、また鍵集めるところからスタート？え？うわ、マジでか。まあ、こうなったらやるしかない。やるしかないな。うーわ。セーブするか。鍵は？あ、アイテムはちゃんとこの武器も取ってるな。ユーシオンと出会う前だから、本当にボス戦前に戻るってことか。え？どうすんだろうな。ちょうどいいや。これ、ここの亀裂ってどうやって？あ、やっぱこの威力が強い銃だと撃てますね。え、何これ。ちょっと待って。あ、開かない。鍵がかかってる。鍵穴も見当たらないの。ってことは、もしかしてこの、いけないけど、メダルか？メダルを取れば、いけるのかな？ちょっと待ってね。多分、赤い銃取って壊せる扉あったじゃないですか。で、入って、その先でね、今スクショ出してますけど、108、エリスって、謎の部屋番号の羅列とエリスの文字とあって、たんですけど、もしかしたらそこにアイテムがあるよっていうヒントなんじゃないかな。これがちょうど7個あるんで、なんでもし本当にそういうことであれば、まず108行ってみよう。どうなんだろうな。違ったらわかんないけど、確か108で、どこにあるんだろうな。はにゃはにゃ、このどっかにあるってこと。さあ、そんなわけでね、いろいろ進めて見てみたんですけど、なんとこっちにね、隠し通路がありました。で、ここにね、やっぱりある。にゃんこ。はあ、コインを手に入れた。集めるといいことあるかも。ってことはやっぱりこれは集めるんだろうな。で、あのニャンコのとこにはどうやって行くの。おい、行けないのかな。
ていう感じで多分アイテムを集める形になると思うんですよ。なのでちょっとあの部屋番号をね、あのもう一回把握した上でアイテム取ってみましょう。これ7個あるんで、あと6個はちょっと次回持ち越しかな。はい、てなわけでじゃあ今回このくらいにして次回アイテム集め編やっていきたいと思います。てなわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。